3ヶ月後の4月に高砂市長選が行われます。その市長選に立候補された市の職員、元市の職員である石本玲子さんをインタビューしました。加古川市の隣の町、時間いただけるから、加古川市という人口で悩まされています。どのような町づくりをしていこうとしているのか、とても気になることです。ようこの逆風の中で立候補されましたね。まあ逆風というか、まあ、私としてはこう、まあ、市の職員は26年経験しまして、で昨年夏に、まあ、その行政だけじゃない立場で、あの民間さんの立場でできることはないかということを、うん、まあ、常にずっと考えてたんですけども、うん、その中で、まあ、いろんなご縁もありまして、あの社団法人立ち上げて地域活動を取り組んでたんですが、その中でもやはり、まあ、市の経験、市の職員としての経験が ある中で、地域の活動でできることもたくさんあったんですけども、やはりやっぱり高砂自体をもっとこう前に進めるためには、うん、このタイミングで挑戦しようかなと思い、うん、まあ、その決断をさせていただいたという次第ですね。まあ、ど素人の感覚から言ったら、はい、徳田さん一期終わって、はい、で無難に こなされてますやん。そんなに大きな目立ったミスもなし、そうですね、実直な取り組みもされてますし、うん、はい、だから何かね、マイナス、徳田さんにマイナスの面があって、それをこうチャンスって言ったらおかしいけど、うん、まあ、そんなもんない。ほんで平穏に一期やられた。で次ぐらいから 本気になって力を発揮してんかなという期待感も、はい、きっと市民にはあると思うんだけど、はい、まあ、そういう意味で僕は逆風じゃないかなというふうに思ったんですけど、ね、はい、私としても、まあ、今まで市の職員で勤めておりましたので、うん、十分現市長 の姿勢、まあ、誠実に取り組まれている市とは十分に認識しておるんですが、私は、まあ、その現職の市長さんというよりも、やっぱ高砂市をもっと大きく変えていく、うん、まあ、私今47ですが、私と関わってる今の社団法人とか地域の活動で取り組んで、やりたいことをやりやすいようにっていうのが私のメインのテーマなんですが、活動の主体が30代だったり20代のそういう若い人たちと、30代や20代のね、うん、若い人たちで地域で活動をしだしている人たち、そういう人たちの応援を私今もやってるんですが、うん、まあ、そういう方たちをもっと高砂でやりやすく、活動しやすいようにしようと思った時には、やはりもうちょっとこう、なんだろう、なんだろう、そういった若い人たちとつながって、うん、いろんな課題を聞いている中で、私は、まあ、事実上今民間一企業家として今取り組んでいるので、このタイミングで私がそう若い人たちの代弁できるような立場で、うん、チャレンジ、まあ、言ったらそのチャレンジする姿もすごく若い人たちにとってのモチベーションにもつながるのかなっていうところも意識がありまして、なんかその現職がどうだとかそういうことではなく、私自身のチャレンジを、なんか私がこの年でもまだ新たな挑戦、まあ、皆さんおっしゃっていただくように逆風とおっしゃるかもしれませんが、私にとってはこれも一つの人生の中での挑戦なんですね。でその挑戦をしている姿を見ていただくことで、関わっている30代や20代の若い人たちがもっと自分もできるんじゃないかっていうふうにこう
どっちかでもその力もっと発揮していただいて、それをもっと高砂の町がもっと良くなるようにつながっていけ、そういうなんかきっかけも作りたいっていうのも思いとしてはあります、うんうん、ただやるからには高砂をもっと変えていく、もっと前に進めていく、まあその26年の市の職員の経験っていうのがこれまでも政策のまあ、様々させていただいてたので、本当あの何かこう抑えられたとかそういうことも全くないんですけども、ただもっと進めていこうと思った時には立場を超えてできることはあるんじゃないか、まあ、本当に自分自身の人生の決断というか挑戦、大きな挑戦をこれであのすることによって若い人たちがもっとそれを好影響を与えるように、うんまあ、素晴らしいね、はい、考えております。その考え方を僕も素晴らしいと思います。ありがとうございます。本当純粋に私の挑戦です、うん、だけど通らんと意味ないね。もうやるからにはその若い人たちは応援してくれそうな、どうしてもその若い人たちの意見がしっかりと反映しきれてるかって言ったら、まあ、どうしても難しいとこもあったんじゃないかなと思うので、うん、そういった意味での期待もいただいてますし、あの応援はいただいてる感じも、はい、今はすごく なんですかね。だけど若者じゃ大体選挙に興味がない、行政にあんまり、ね、関心が薄いという非常に大きなハンディキャップありますよね。おっしゃる通りだと思ってまして、ですので私今ホームページとか SNS とか、うん、それとかあの今宇野先輩だと思うんですけども YouTube で動画を流したり、インスタでもリールの短い動画、かなりあのこれまで多分政治とかそういうのに関心のない世代の方にもちょっとでも関心興味持っていただけるような発信の仕方はできるだけやろうと。もう便利されたんですか。はい、今あのもう今日も今朝もあの動画を撮ってました。 Facebook というかインスタグラムのリール動画であったりとか、うん、YouTube でもあの、うん、私の記者会見全て公開している状態もありますし、あ、そうなん、うん、それでそれをあの各制作ごとに細かくあの見ていただくように、あの今チャンネルも作っておりまして、うん、YouTube にほんとに載ってんねん、はい、記者会見の様子が、はい、全部全て、記者会見を私1時間ほどさせていただいたんですけれども、1時間はい、そうで全部ちゃんと載ってんの、1時間はい、全部。それはどこが上げてんの。あの私の事務所、甘えた事務局の方で、まあ、支援いただいているところもありましたので、うん、もうその記者会見をこうメディアの皆さんに、うん、あのお伝えするときにもうその準備もしておりまして、ライブ配信させていただきました。でライブ配信したものを、まあ、今でもほんなら見ようと、そうですね、今も見ていただけるので、うん、ぜひまたあの、はい、あのご覧になっていただきたいと思います。あの私の考えがちゃんとそれを見てから来ないから。いえ、今もずっと動画として残しておりますし、はい、あの全て考えはそこに詰まっておりますので、はい、ご覧いただければと思います。徳田さんでは、現市長徳田さんでは、その石本さんのやりたいことは無理、うん、あまりなんかその現職の方がどうということでもなく、本当に私自身があの市の職員で、まあ、最後は一応管理職という形の立場もいただきまして、ある程度できることもあったんですが、私自身の挑戦として高砂の市の職員でできる限界というのを感じ、うん、本当に高砂を変えるためには私が自分の立場を変えよう、これは自分の挑戦でしかないので、あまりそこに関しては、うん、今若者、特に30代ぐらい前後の方々が応援をしてくださるはずと、はい、まあそうですね、あの、はい、実際仲間も30代が多いので、うん、はい、例えば同僚なんかはどうなんですか、市の職員。そうですね、私はこれは私の職員時代の話ですが、うん、あのみんな、なんですか、あの喜んで、いでいや、それは
質問しなさい。で、高さを変えていいって。立場としては、うん、やっぱりあの地方公務員という立場で、あの、あまりそういう政治活動とかはなかなか難しいところもありますので、うん、まあまあ、あのそんな声はあの直接にいただくことはないんですけれども、うん、まあ、職員時代にはそういうこと関係なく、あの、なんですかね、仲間同僚として、うん、あの一緒に仕事をさせていただいてたので、まあ、そこに関してはあの、まあ、私が職員時代の仕事ぶりっていうのはみんな理解してくださってるんじゃないかなと思います、うん、なので、まあ、それを私のチャレンジが どうなるかっていうのは直接聞くことはもうできないんですけれども、うん、まあ、職員時代26年間勤めた中での市の職員、まあ、同僚石本さんの働き具合を、はい、身近に見てるか ら、まあ、あの方が市長になればきっと高砂市はもっともっと良くなるだろうという、そういう考えの方が多い。直接私は聞いてないですけど、私はそうあってほしいなと思いますし、あの同僚の元市の職員の皆さん、私と関わってお仕事してくださった皆さんはとてもみんな いい方だし、能力もある方たちなんで、あの、まあ、一番よう知っとうわな、そういう方々が。あなたの力いうんか、知ってくださってると思います。人間性とか、はい、普段から見てるから、はい、あの人やったら信頼を受けるときっとやるだろうという、そういうものが、はい、あのそう信じてます。直接もう私も仕事市の職員を辞めて半年以上経ってますので、今直接コミュニケーション取ることもあまりないんですけども、はい、僕はねちょっと気になったんが、はい、町づくりと病院を中心に持ってくるという、はい、普通病院言うたら、うん、私でもそうですけど行きたくない場所ですよね。いや必ずしもその病院って今その検診、今回もあの市の方での市民病院の、その前にね、うん、ごめんなさい、その病院をこう中心に何かこう広がりを持ってそこへ皆が集まってくる、そんなイメージをしたんやけど、そうじゃないんやね。まあ、病院、今回の市民病院の将来構想の中には、あの病院の建て替えの話もちょっと示されてるんですが、その建て替えが今のある病院の同じ位置で建て替えるとかいうこともなく、移転することが方向性として示されています。ってなった時に、移転するイコール新たなところに病院が建つとなると、病院だけの問題じゃなくなるんですよね。高砂市の中の土地の利用の考え方が大きく変わる。あのじゃあ残った新井のあそこの病院はどうするんだから移転したところの病院、同じ規模ではないんです。もうその今の高砂市民病院って大きな390床に近い大きな病院なんですけども、ダウンサイジングするので約3分の1ぐらいのコンパクトの病院になるんですね。その今の、そうなんです。だからその構想、今あの三宅さんが取っていただいたんですけども、そういう規模の考え方であったりとか、移転したっていうところ、移転する方向性が示されてるってことがしっかり市民の皆さんにしっかり伝わってるかといったら、今日今この私がこうお話ししても、あそうだったのっておっしゃるじゃないですか。まあ、そういうところで街が動くことになる。だからこそどうせそういうことを考えるんだったら、高砂の街づくりの観点をちゃんと考えておかないと、うん、単なる病院を移転するだけでは、やっぱそこに勤めに来てくださる方もいらっしゃいますし、そこでどういう街を作っていくのかってしっかりコンセプトを持たないと、うん、やはり作って終わりになってしまうんじゃないか。僕はあの得てる情報ではね、はい、先生の確保が非常に難しかったと。あ、おっしゃる通りです。で一時期ストップしたこともありましたよね、うん、そうですね、はい、先生の何か、ね、うん、それはやはり問題として残ったんですか。一番の問題ですね。あ、それがね、やっぱりお医者さんの方に
どうその病院に来ていただくか、やはりその今加古川中央市民病院ができてまして、うん、あそこにお医者さんもやっぱ集中する、うん、これは大きな県の、 あの病院の医療構想ってあるんですけど、うん、その中でもやっぱその中核となる加古川中央市民病院の方にお医者さんが集まるような状況にはなっております。じゃあ高砂市民病院にもお医者さんに来ていただく、来ていただかないとそもそもの医療提供できないじゃないですか、うん、その時にやっぱ魅力のある病院にならないとなかなかお医者さんってやっぱ来ていただけない。あの今もずっとお医者さんに来ていただくようにいろんなアプローチ今も頑張っている状態っていうのは私もあの十分分かってるんですが、でももう一つそのもっとこの高砂市民病院が魅力ある病院経営をもっと継続収益を上げていく、そういうことを考えた時にはやっぱその病院を軸にした街づくりの方向性、健康と幸福を考えるようなモデル都市にもなる、そんなような高砂市民病院、そこまで考えを引き上げることでお医者さんの皆さんにも高砂の街づくりの中心になるような病院だよ、だから一緒にここで働いてくださいませんかっていうようなことをもっとアプローチしないと、まあ、どうしてもその来てくださいだけお願いしたって、うん、お医者さんの意思がないと。医者の方はどうなんですか今は、まあ、現代はどうなんですか今はですね、まあ、これも市からの情報ですね、将来構想に書いてある情報でしかないんですけども、いや今現在はうまくいっとるんですか。いや今現在も医師は不足している状態です、うん、ですので、まあ、特に内科とかそこのお医者さんはどうしてもなんですか、その本土に市民病院で回そうと思ったらちょっと医師不足、うん、まずそっちの方やな。そうです。でまずは何よりもお医者さんにどう来ていただくかっていうところをしっかりと、方向性なり確約まではいかないかもしれません、それはお医者さんの意思もありますんで、そこをしっかりと確認した上でそういうお医者さんに来ていただくためにどういう病院があったらいいのか、合わせてそれが高砂の市民病院、だから市民病院として残すんであれば高砂市の街づくりの中心になるような、それをそういう市民来ていただくお医者さんに対してもしっかりとアピールしていく、それは必要。移転はいつ頃の話なんですか。いやこれも、今全部将来構想今市の方で示されているところにはある程度示されております。それはもう本当経営判断を令和8年の末あたりって言ってる状態の中のそれ以降ですから、令和5年5年か来年6年ですよね、うん、で今の現在の将来構想ではそもそも その経営形態の話を令和8年度原則って言ってます。それからの、まあ、移転なら移転の建て替えの方向性を考えるので、もっと先、まあ、約10年ぐらい先の話になっちゃうんですけども、まちづくりの観点でいくともう今からでもどういう青写真を描くか考えておかないと、そういうのがちょっと徳田さんの慎重なんでしょうかね。現状、ああそうか、それが描け切れてない、そういう不満はあるということ、ね。まあ不満ということではないんですが、せっかくの市民病院で移転建て替えにはね、約100億円近く必要だと。で市の財政規模の5分の1にも大きな事業になる。まあ、そこを市民病院単独で今の状況だけで進めていくのは、うんうん、私としては これまでの経験からしても、うんうん、街づくりの核として、うん、今ちょうど開いたままだったんじゃ出て行ってさ、どこやったっけ大きなスーパーが、あサンモール、そうですね、はい、出て行って開いたままだった、ね、開いてままなあそこ持って行ってね。例えばのね、うん、今の将来構想の中には移転の候補地の具体は示されてないんですけども、山陽電車高砂駅周辺、うん、もしくは新井駅周辺に移転候補地を、移転先どちらかって言ってるんです。じゃあ
っしゃる通りサンモール跡地っていうのは一つの候補地とありえると、うん、あの思えますんで、ま、あの私が今の政策にもあの示してますが、そういう病院の方向性は方向性そこに関わらず、やっぱりサンモール跡地民間事業者さんの所有になってますが、あそこの方向性はしっかりと道筋をつけていきたいとは考えています、うん、はい、ちょっとその辺が徳田さんの徳田現市長の構想ではもうちょっと明確にしてほしい。私ならそれがちゃんと示せます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。いや今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。